3! 7だ！また今日から嬉しい期間に入りましたね。皆さんも5日間忘れずに毎日引きましょうね。そして今回はいつもの無料ガチャとは別に、こちら、フォトのみの無料10連も引けるということで、これ限定フォトが入ってるってことですよね。超嬉しいね。なんという運営さんの心遣い、マジ感謝します。まあまずはこちらの対象を見ていきましょうか。まずはね、はい、あ、確率 4%、 これはね高い方です。1人は当たるってほしいですね。いや、普通にたくさん来てほしいです。はい、さあ果たして今回もお目当てのあの子たちはいますかね。クソデブ探検隊に欲しいフレンズ。あ、青面ちゃんももう今でもめちゃくちゃ強いよね。蘇生スキルマジで重要あるからね、私個人的に。さあもう欲しいフレンズ2022年もさ、お、ミスレッカーいやー、枠埋めたいです。もうすでに4枠並べておりますかね。そう、もう2022年バージョンのクソデブ探検隊に欲しいフレンズっているんですけど、もう2023年のね後半ですからね。今そろそろ来てほしいですがね、あの子たち。まあ贅沢言えばよ、全員来てほしいんですよ。でもそれはまあもうこの世の全てが欲しいって言ってるようなこのことなので、私にとっては、ムカキにとってはまあ夢の果てですよね。ああ、はい。そして今回もおられました、クソデブ探検隊欲しいフレンズ6位、ハブ。もう狙ってから2年以上経つんじゃないですかね。まあハブがおられるということはもう確実にあの子もいるんじゃないでしょうかね。ああ、このん、あ、あ、この辺だね、この辺にいるとしたら、はい、いましたね。クソデブ探検隊に欲しいフレンズ10位、花丸チェンジ、砂猫タンね。もうこの子もね、ラスボス級に引き当てるのが難しいです、個人的に。はい、前田隊長、前田隊長、8枠目指して最強にしたいです。はい、くらいかな、おそらく。はい、そうですね。で、こっちのボットはそうだね、こんな感じで、もう私はほぼ全部の必要な分手に入れたのばかりなので、もうこの辺はだから、そういう人たちに向けておそらくこのガチャをね、実装してくださっていただいたんでしょうね、運営さん。確率 10% と高めの設定ですし、まあ10連ならほぼ1枚星4出るんじゃないですかね。マジでありがたい。はい、いやー、もう限定フォト祭りですよね、これは。わ、興奮するね。すいません。あ、まさか、もしかして、あのこともあったりするから、やべえ、さらに興奮してしまいそうなんですよ。あ、ウェルカム2、ようこそ、やったこれは絶対に欲しい。おー、やったじゃねえよな、当てなきゃね。おー、ということは、ちょっと待って、この神フォトがあるとしたら、もう8割はあるんじゃねえですかね、あの、禁断の、あのフォトが。やべえ、興奮してきた。わー、なんかちょっとありそうで怖いな。これはね、もう、めんめん表示させたらもうこれね、バンですのでね。皆さんすみませんね、これどうかご了承ください。もうね、失礼しました。はあ、危なかったぜ。もう凄まじいね。すみません、もう凄まじい。すみません。もしかしたらもう一つくらいね、多分ね、私にとっての神フォトがね、あるはずなんですよね。これ全部出るとしたら、限定フォト。てかね、もう効果がね、みんなね、もうほとんどわからないんですよね。なもんね、ガチャで、出るたびに確認した方が良さそうですかね。はい。あー、ありました！これがまあ、確か、私、確か持ってると思うんですけど、貫突したら、うん、やばいんですよね。一生の宝になりますよ、これ、貫突したら。まあ、ヌヘイもすげえ貫突させたい気持ちいっぱいなんですけど、うん、私がそれをしてしまったら、もうなんか、社会的に抹消されそうですよね。あー、で、工場対象のことも含まれてるのかね。はい。なるほどね。で、まあ、星3はすぐにさすがにないね。限定は星4だけですね。よし、じゃあ行きますか。行きますかってか、うん、そっか、どうしようかな。先、こっちから行くか。フレンズの方が結局メインっぽい感じなんで、まあ、私、こっちも、紙フォトがあるので、どっちでも映えるんですけど、まあ、今回はフォトから行きましょう。で、これで行くか。行きます。アーケパイルーレットあれ思ったより、ちょっと待って、表示してなかったよ。あ、確定でりゃこれでも当たりですよね。まあ、10% だもんな。逆に爆発もそうそうないんじゃないかね。うん、さあ、とにかくあの禁断のことが来る覚悟は常に持っておこうか。話し対策をね。来たね。さあ、なんでしょう。はい。あー、うん、まあ、セクシーだけどこれも。まあ、うん、ありがとう。で、まあ限定フォト、私ほとんど効果覚えていないので、まあ私に限らず、ほとんどの人が覚えてないと思いますけど、後で確認しましょうかね。さあ、もう一枚は、ないかな、ないかね。まあなさそうですよね。多分ね、まあ、もうわからないですけど、はい。見たらないかな。まあいいですよ。よかったですよ。さて、このフォトはどんな効果をお持ちですか？はい。マイペースドックスに塚さんに、え？味方全員かかるの？ちょっとそれやばく
くね、え、マジ、これ全員に装着させたらやばくね。あれ、ちょっと待って、あー、あれ、これもしかしていきなりとんでもないもの引いてしまったんじゃないですかね。え、だってこんなん5人装着させたら 35% 以上でしょ。怖っ。やった、とんでもないもの引いてしまいましたよ。ではこっちも行きますか、メインの方。はい、私のありのままの気持ちで、あ、こっちもせっかくなんでこれで行きましょうか。行きます。あれ、先輩ルーレット、ビビ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 。危険なフレンズの一人として、まあ、こういう認識で申し訳ないですけど、なるほど、ついにこの探検隊に入隊する時が来ましたか。はい、クズリですね。あの、実装当時はね、確かね、動画では、あの、この探検隊に入るにはちょっと危険なイメージだから、つって、なんかそう、私自身、自ら実戦になんか、控えた状態で引いてたんですよね。まあ、なんですけど、今のクソデブ探検隊はもう全員ウェルカムのレベルですのでね、もちろん歓迎いたします。来てくださってありがとうございます。そして、よろしくお願いします。それが今のありのままの私の気持ちです。おっと、こっちは、限定ではないですが、あ、これね、あの、ステル先輩につけるとおすすめですよって最近紹介したものです。はい、さてさて、なんでしたらもう一人星4来てくれたら発狂しちゃうぞなんてね。うん、ごめんなさいね、あの、調子に乗りないようにですよね。そうか、これがまあ、うわー、ちょっと待って、待って、え、どっちだっけ、ホルホルじゃない、え、ちょっと待って、赤色やってじゃねえ、え、き、あ、キジかな、え、やべえ、多分キジですよね、あれ、そうですよね、やべえ、全然覚えてない。ちょっと待って、どっちだっけ、そうだよね、ごめんなさい。あのね、このね、ゲーム、ちょっと、あの、赤みかかった鳥のフレンズ、このゲームね、結構いると思うんですよね。区別がちょっと困難な状態なんですよね、っていうね、言い訳です、すいません。はい、もちろんね、歓迎いたしますよ。いやー、よろしくお願いします。もうごめんね、マジで、うろ覚えで。いやー、ちょっと、復讐が必要だな、もうこのゲームに対する。もう、時間がね、マジで欲しいです。これまたすごい日ですね、初日から。まあ、限定じゃないので、はい。あー、素晴らしかった。よう、俺はクズリ。お前のとこには、限ってる奴がたくさんいるんだろ。あー、楽しみだぜ。神様もいるくらいなのでね。はい。私、キジって言うの。普通に見たらわかるわ。つま先にビビッときたわ。面白いことが起こる予感ね。はい、もうしっかりインプットしよう、この特徴をね。はい、てか正直言うと性能もさ、まあ、いや、わーすごいね、初日から。まあもちろんそれがずっと続くわけではないので、今回はたまたまね、素晴らしかったっていう事実だけなので、はい、それだけをまあ、あの、受け止めて、また明日ね、どんな結果でも受け止める気持ちでね、引かせていただきます。ちょっと申し訳ないけど、あなたどういう性能か見てもいいですかね。本当申し訳ない、もうマジ全然覚えてなくてさ。発動回数無制限でこれだけの状態異常を全部防げるっていうんだったらね、2ターンでしょ、ありなんじゃないかな、強いよ。全体攻撃の火種現象、これは我が相棒のヒグマの天敵というわけですか。いやいや、まあそういうツイートなる性能もそろそろこの探検隊でも受け入れてると、はい、ごめんなさい。